高画質な写真、映像の特徴は何かと聞かれたら画素数を第一に思い浮かべるかもしれません。最新のこのスマートフォンのカメラの画素数は1億画素だとか、このテレビは 8K 対応ですとかよく聞くと思います。写真を撮るためにカメラを買う場合は撮影できる画素数がテーマになることも多いです。撮影する段階では画素数は使うカメラの性能に依存するんだけれども、編集によって画素数を上げることによって映像が高画質になる可能性があります。今回は写真の画素数を上げる方法です。こんにちは、かきです。画素数が大きくなれば映像は高画質になると一般的に言われています。確かにそうです。前提としてそもそも高画質な映像の特徴は何かということに触れておきます。画質を左右する要素として画素数、ビット振動、色域、輝度の4つがあります。動画の場合フレームレートを足して5つになります。各要素の詳細については今回は省略するんだけれども、これらの要素がバランスよく成立することで高画質な映像になります。画素数は数字が大きくなれば高画質になるのは間違いないんだけれども、言ってしまえば画質を左右する一つの要素でしかありません。画素数が大きい映像イコール高画質っていうのは間違いないんだけれども、画素数以外の要素が確保されている状態で画素数が大きい映像が高画質になるとわかると思います。画素についてもう少し詳しく簡単にイメージできるように見ていきます。画素は映像を撮影する段階と見る段階では少しだけ条件が違うので、今回は撮影する段階にフォーカスします。画素というのは画像の最小単位です。カメラのセンサーやスクリーンっていうのはこの画素が縦横グリッド状に配置されています。モニターはこの画素一つ一つが色や明るさを変えて表示されています。カメラのセンサーは画素、言い換えると受光素子一つ一つが色または明るさを認識しています。カメラのセンサーはこの素子が多くなればより細かくより鮮明に描写できて高画質になります。センサーのサイズは一般的に使われているもので APS-C とフルサイズがあります。単純にセンサーのサイズが大きくなれば並べることができる素子の数が大きくなります。フルサイズでは 6000×4000 の2400万画素くらいが一般的です。高画素のものが 9500×6300 で6000万画素くらいになります。かなりアバウトだけどね。動画の場合 1920×1080 で HD、 3840×2160 で 4K と表現されます。ちなみに 8K の動画は 7680×4320 なので2400万画素のカメラと同じくらいの画素数になることがわかります。センサーの画素数が大きくなれば高画質な映像になると言いましたが、ここに一つ落とし穴があります。撮影の段階では画素数を上げれば必ずしも画質が良くなるわけではありません。逆に画質が低下する場合があります。2400万画素のカメラと6000万画素のカメラがどちらもセンサーサイズがフルサイズだとします。同じサイズのセンサーに画素を多く並べるためには光を受け取る素子一つ一つのサイズが小さくなります。一つ一つの素子の光を受ける面積が小さくなるので光の情報を正確に受け取れないことがあります。これによってノイズが出たりダイナミックレンジの低下によって結果的に画質が低下してしまいます。高画素のカメラを使って撮影をすればデータ上は確かに高画素数の映像になります。でもセンサーに光を正確に当てていないとただのノイズの多い高画素数の映像になってしまいます。センサーの素子一つ一つに正確に光を当てることができて初めて画素数が多い高画質な映像にすることができます。写真の場合露出の設定は動画に比べて自由です。ノイズの少ない ISO の大きさに設定しても絞りやシャッタースピードで光の量を補うことができます。条件が揃った高画素の写真は本当に綺麗です。動画の場合はシャッタースピードや絞りが固定されることが多いので露出の設定は写真に比べて難しくなります。でもこれはある程度対策されています。例えば一眼のカメラだけで性能を比べていると値段は高いのに画素数が低いカメラがあったりします。こういうカメラは動画の撮影に強いカメラという場合がほとんどです。画素数を少なくして素子のサイズを大きくすることによって光をより正確に受け取れるようにしているということです。動画専用のシネマカメラは画素数的には少ないことがほとんどです。素子の一つ一つを大きくして光を正確に捉えることができるし、もともと画素数の少ない動画だからできることでもあります。他にも例として複数の素子を一つの素子で認識させるっていう技術があったりもします。写真では一つ一つの素子を独立させるんだけれども、カメラを動画撮影の設定にすると、例えば4つの素子を一つの素子で受光させるというものです。これで実質的に一つの素子のサイズを大きくできるということです。カメラの性能やメーカーによって使われる技術は様々です。さっき言ったような技術もそうだし、そもそも
センサーサイズを大きくするというのもあります。あとは必要ないから小さくしたりね。まあ性能のいいセンサーであったり補正技術が強い場合は高画素のセンサーでも心配はないかもしれません。撮影をする段階では画素数が高いカメラと高画質な映像が必ずしもイコールではないことは頭の中に入れておいた方がいいかもしれません。例えば夜景の撮影など光の量の確保が難しい場合は画素数を落としたセンサーを使う方が最終的な結果が良くなる場合があります。写真であれば光の量をコントロールできる環境であったり技術を持っているのであれば高画素のカメラのメリットを十分に活かすことができます。動画であれば動画専用に画素が設定されているものを使うのがいい選択です。今までの話が編集で画素数を上げることと何が関係あるんだ、余計なこと言わないで早く教えろと思うかもしれませんが、編集でも説明してきた考え方が重要になります。編集の前に写真の画素数をアップスケールしたい場面を考えてみます。モニターに表示しただけで写真の中の輪郭やエッジがギザギザしているのが分かるくらい低画素数の写真であればアップスケールした方がいいと言えます。超大きな画面や壁一面を飾るくらい大きく印刷する場合もアップスケールした方がいいと言えます。一番多いと思われるのが写真の切り抜きをする場合です。写真の切り取りをすると切り取った分単純に画素数を引き算することになります。写真を切り取った結果写真が小さくなってしまう場合はアップスケールが有効です。写真の切り取りというのは写真の一部分にクローズアップするので言い換えれば写真を拡大するのと同じと考えることができます。写真をスケールアップすれば拡大しても綺麗に表示できるようになると考えることができますが、この写真を拡大するときに気をつけたいのが写真のノイズです。カメラの小さなモニターや写真を縮小して表示していると分かりづらいんだけれども、写真を拡大するとノイズが目立つようになります。ここで以前説明してきた考え方が重要になります。ノイズのある写真をスケールアップしてもそれはノイズのある高画素数の写真にしかならないということです。注意したいのはノイズだけではありません。被写体の輪郭のボケやわずかなブレっていうのも写真を拡大すると目立つようになります。写真のアップスケールをする前に写真のディテールを良い状態にしておく必要があるということです。そして修正をしてからアップスケールをするという流れが基本になります。もちろん写真をアップスケールしてから修正することもできるんだけれども、僕は最後にアップスケールすることをお勧めします。その理由は編集をしながら説明したいと思います。まずはライトルームです。アップスケールしたい写真をライトルームで開きます。最終的に表示する写真の大きさでノイズやディテールが悪い場合は修正をします。写真が綺麗な状態になったら写真から強化を選択します。またはシフトコマンド E で呼び出すこともできます。それか右クリックで選択することもできます。強化のウィンドウが出てきます。使う写真がローデータであればノイズ除去、ローディティール、スーパー解像度を選択することができます。注意したいのが、例えばノイズ除去を選択すると他の選択肢は使うことができなくなります。ローディティールを使うと今度はその逆です。ノイズ除去っていうのは写真のディテールを保持しながらノイズを軽減するものです。低光量時に撮影した写真や高い ISO で撮影した写真に効果があります。ローディテールは写真のディテール、特に輪郭のエッジなどが正確になります。あとは不必要な色や斑点が消えたりもします。そしてスーパー解像度です。今回の目的は写真の解像度を上げることなので、このスーパー解像度を選択することになります。スーパー解像度を選択すると自動的にローディテールにチェックが入ります。スーパー解像度で画素数を上げると縦2倍横2倍で総ピクセル数が4倍になります。これだけ大きくすることができれば写真を大きく切り取ってもディティールが確保された写真にすることができると思います。最後に強化をクリックしてコンピューターの処理が終われば完成です。次はフォトショップでやってみます。ローデータの写真をフォトショップで開くとほとんどの場合プラグインのカメラローが自動で起動します。ここで右クリックまたはシフトコマンド D で強化の編集をすることができます。内容はライトルームと同じなので省略します。一つ注意しておきたいことがあります。このカメラローはシフトコマンド A でどんな時でも呼び出すことができるんだけれども、編集の途中でカメラローを起動すると強化が選択できなくなります。カメラローが自動で起動した時にしか強化は使えないので注意が必要です。最後にルミナーネオを使ってみます。ルミナーネオについて少しだけ解説します。ルミナーネオは写真の現像ができるソフトウェアです。編集の操作が分かりやすく簡単でとても強力なツールです。ルミナーネオ単体で使うこともできるし、ライトルームやフォトショップのプラグインとしても使うことができます。編集したい写真をルミナーネオで開きます。編集したい写真が選択されていることを確認して編集をクリックします。まずはじめにノイズ除去をやります。今回は拡張機能の中のノイズレスを使っていきます。拡張機能のノイズレスは写真
真に必要なノイズ除去の強さを自動で解析してくれます。どのソフトウェアでも言えることなんだけれども、ノイズ除去っていうのは多くかければいいというわけではありません。ノイズ除去を強くかけすぎると写真が平坦になってしまう可能性があります。ルミナーネオのノイズレスは写真のディティールを失わずに最大限画質が良くなるように調整することができます。写真に必要なノイズ除去の強さを選んだら、ソフトウェアが自動で処理をしてくれます。ノイズ除去が終わったら目的のアップスケールをやっていきます。ルミナーネオの拡張機能の中のアップスケールを使います。アップスケールをインストールしているとアップスケールのウィンドウがカタログに表示されます。編集していた写真をこのアップスケールにドラッグします。ルミナーネオは写真を6倍までアップスケールすることができます。6倍？マジか。好みの倍率を選択します。今回は4倍してみます。アップスケールをクリックすると処理が始まります。4倍は相当な画素数になるので処理に時間がかかります。処理が終わりました。結果を見ていきましょう。画素数が大幅に増えているのがわかると思います。クローズアップしてもいい感じですね。すごいな。注意しておきたいのが、このアップスケールは最大出力サイズが長辺32000ピクセルまでになります。32000、最大出力サイズまでならアップスケールすることができます。そして当たり前ですが、データサイズが大きくなります。これはどのソフトウェアを使っても同じで、アップスケールをするとデータサイズが大きくなります。ハイスペックなパソコンなら問題ないかもしれないんだけれども、データ量の多い写真をストレスなく編集するのは難しくなります。これが編集の最後にアップスケールをしたい理由の一つです。そしてこれもどのソフトウェアでも同じなんだけれども、スケールアップの処理には AI を使っています。 AI の処理と解析はかなり正確ではあるんだけれども、スケールアップする写真の状態が良ければ良いほど新しく生成する画素の情報が良くなるので、スケールアップの精度が良くなる可能性があります。これがスケールアップの前に写真の状態を良くしたい理由の一つです。ルミナーネオはスケールアップを6倍までできるので、かなり強力なツールになります。ルミナーネオについては概要欄に記載をしておくのでチェックしてみてください。スケールアップによって写真を高画質にすることができますが、注意したいのが、アップスケールは単純に画素数が上がるだけということです。スケールアップによってディティールが大幅に良くなったり、色彩が豊かになるわけではありません。撮影の段階でセンサーに適切な光を当てて正確に情報を記録すること、そして適切なレタッチをして最終的にスケールアップをすることで画素数の多い高画質な写真にすることができます。画素数は高画質な映像の要素の一つです。撮影する段階の画素の設定であったり、画素数をスケールアップするメリットとデメリットをコントロールできるようになると、画素数の多い高画質な映像を作れるようになると思います。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。